皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーアイレンの猫素材と装備集めの効率的な方法をね、動画にしておきたいと思います。で、まあ本来あげないとわかんないんですけど、猫っていうのはね、欲しいものがそれぞれ決まってますね。だから欲しいものをね、連続であげると、私の体感ですけど、レアアイテムがね、もらいやすい感じとなっています。だから猫が欲しがってるね、20丸のものをその猫に渡してね、あとはまあ進捗状態に合わせて小魚をね、巻けば、1時間おきにね、半日ぐらいすると20周ぐらいね、終わってるという状態になります。で、まあ、あとはですね、私はバルオキーのね、猫が、時間限定でしか現れないんで、それを待つだけなんですけど、こうやってね、猫に、アイテムをあげて素材をもらうとですね、素材収集と装備収集の勲章がもらえてね、かなりの数の石がもらえるという設定になっています。なのでね、まあ、やるね、価値は結構あるのかな、というふうに思いますね。で、まあ今回のね、アップデートは雫集めと、このね、素材と装備集めがメインなんですけど、なんか一箇所だけね、よくわからないなっていうところがあるんですよね。それがこの会話部分でですね、この猫だけ図鑑に載らなくて、なおかつね、マップで劇場に行けるけど何もないっていうところがあるんでね、ここだけなんかよくわかんないなっていう感じはします。